皆さん、本日はお時間いただいてありがとうございます。今日です、ねえー、とこんな感じで7項目ぐらいお話しさせていただければと思います。 まずあの取引所としてあのどうやってデファインに出会ったかというところですとか、そもそもデファインって何なのというところですとか、あとその中央集権型の,その金融機関である取引所とデファインのどういう違いがあるのかです、ね、あとは日本法上でどういうふうに考えられるのかというところと、あと暗号資産取引所としてデファインどのように取り組めばいいのか、デファインの技術的課題は何なのかと。 ディファイと金融規制の環境をどのように考えたらいいかというところについてお話をさせていただければと思います。結構あの盛りだくさんかつあのさらっとえ話しますのであのちょっと多いんですけれどもよろしくお願いいたします。で、最初ですね、ちょっと簡単に自己紹介をさせていただきます。 えっと、私はです、ね、10年間、外資系証券会社で投資銀行部門でデリバティブの設計等をやっておりまして、ビットフライヤーにはです、ね、2016年から入っておりまして、で2016年からは、ね、CFO&PR という肩書きで何でも屋さんとして働いてたんですけれども、現在は、えっと、ビットフライヤーではトレジャリー部長ということをやっています。 でこのトレジャリー部長というのはですね、えー、と今あの、取引所の方もいらっしゃるとあの感覚あのイメージつきやすいと思うんですけど、まあ、分別管理であったり、ウォレット管理であったりポジション管理であったり自己資本規制比率管理であったりですとかですねそういったことをやっておりますあと2019年からビットフライヤーブロックチェーンの PR と IP も担当しておりますでディ、えー、ファイについてはですねあのこの後お話しする通り 業務上の必要に迫られて、えー、とウォッチをしておりまして、あと常にいろんなイベントが起きているのです、ねえーと、この JPA のイベントでも私の前にあの登壇されているかと思うんですけれども、信、え、玄、ー、ンンさんですとか、ハッシュハブの平野さんですとか、あと堀さんですとか、あとは弁護士の斎藤総先生ですとか、まあ、そういった方々にです、ね、いろんなことが起きると、これってどういうことなんですかとかですね、えー、そういうことを聞きながら、えー、ウォッチをしておりますと。 で。えー、ディファイをですね。調べ始めたきっかけなんですけれども、えー、私だけではなくて、その多くの暗号資産交換業者さんの人にとってですね。defi に本格的に出会ったのは今年の6月ではないかと思います。えー、っと私たちですね。こう取引所というのは、まあ、お客さんのしつこいに対応するためであったり。 あとはですね、えー、とホットウォレットに置いておけるあの自己暗号資産の金額っていうのをある程度小さくしなければならないという規制上の要件がありますので、えー、お客さんの出向意への対応あとは、えー、ホットウォレットの金額の上限を超えた場合にホットウォレットからコールドウォレットに移す移動であったりというところで、えー、この仮想通貨のブロックチェーン上の移動というものを、えー、業務としてやっております。 このイーサリアムとイーサリアム上で動いている ERC20 トークン、えー、この右下の黄緑色の線で囲っているものが代表的な ERC20 トークンですね。まあ、当社ですと、えー、この BAT ・ベーシックアーテンショントークンというものを取り扱ってますけれども、ジーモンさんとかだと、えー、お店号さん、お店号とかも取り扱ってますね。えー、これをですねブロックチェーン上で移動するときに、ガス代と呼ばれている手数料を払います。 でガス代っていうのは、えー、この左側のチャートご視聴いただきありがとうございます前編は JBA 会員限定で公開しています詳しくはホームページをご確認ください